はい、皆さんこんにちは、中湾です。私は今、長崎県島原市の島原鉄道島原船津駅にやってきております。後ろにはこうやって雄大な雲仙岳が見えております。本日は2021年5月の29日、ただいま朝の5時30分を過ぎたところです。この島原鉄道の始発は一つ奥に本当の終点島原港駅があるんですけれども、朝の始発はこの島原船津駅から出ております。その始発電車に乗りまして、まずは島原駅を目指します。で、島原観光、まあ島原城がメインになるんですけれども、まあ少しだけ島原を観光して、その後某炭酸飲料のコマーシャルの舞台にもなりました大三崎駅、海に一番近い駅と言われている大三崎駅を目指します。まあ、今回の動画はどちらかというと何か乗り物に乗っていくということよりも、まあ、島原の少し観光をするということがメインになってます。お楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。早速改札内に入ってきておりますが、切符売り場でこの島原半島周遊パス1日券を購入しました。見ていただいて分かる通り、島原鉄道に関するこの、まあ、島原半島ほぼですね、バスもフェリーも島原鉄道も1日乗り放題という切符で2000円なんで、まあ、かなりお得に島原周遊できるということでこの切符を買いました。土曜日の朝一番なので、まあ、お客さん私以外にこの島原船津駅にはおりませんでした。なので、まあちょっとゆっくりね、いろいろ線路を見たりとか電車見たりとかしながら、であと何より朝日がものすごく綺麗でですね、あの先ほどから見ていただいている通り雲仙岳もものすごく雄大で綺麗に見えますし、でこの朝日がね、こう建物とかあの電車に当たってる姿がですね、とても綺麗で、あのといっぱい本当にね動画撮ってるんですけれども、それはまた次のあの鉄道をご紹介する、まあ、この島原鉄道を乗り通す、動画の方でご紹介、たっぷりご紹介したいというふうに思います。はい、車内に乗り込みました。前の動画でもご紹介しましたが、島原鉄道はこのボックスシートになっています。まあ、ちょっとね座面が硬かったりはするんですけれども、まあ、全線乗っても大した時間ではありませんので、辛いということはありませんし、何よりこのね車窓を楽しみながら乗車できますので、鉄道旅を味わうには十分だと思います。はい、それでは朝日を浴びながら出発です。ディーゼルエンジンのねエンジン音が上がっていくのが、まだこのローカル線に乗ってる感じがして気分がものすごく上がっていいですね。はい、始発の島原船津駅から2駅先、島原駅に到着しました。こちらがこの島原のですね、まあ、観光もそうですし人もたくさん住んでるという意味では中心部にあたります。で、島原城がね、近くにありますので、そちらの方を散策していきたいというふうに思います。土曜日の朝で、しかもまだ朝6時にもなっていないという時間帯ですので、当然といえば当然かもしれませんが、人も少なくてものすごく静かでした。これ動画編集するときに特にあの音量いじったりしてませんので、これが本当に土曜の朝の島原駅の様子だと感じていただけると思います。で、駅にですねこうやって
池があるというかね、で、これもなかなか珍しいなと思ったんですけど、ちゃんとね、こう、鯉が飼われています。こういうのもね、あの目を癒してくれるなというふうに思います。はい、改札を出てきまして、大きめの荷物をコインロッカーに入れまして、散策の方に向かいたいと思います。その前に少しね、あの駅のその事務所というか待合所の方を覗いてから外に出ていきたいと思います。なかなかね、あのこのレトロ感があって、味わいがあってものすごくいいですよね。こういうのもね、あの旅情をかきたてますよね。はい、外に出てきました。今見えてましたけれど、雲仙普賢岳が見えてまして、で、その手前にお城があるという感じになってます。そして島原駅も、その、まあ、お城の門というかですね、まあ、櫓というか、そういう感じの作りになってますので、観光地らしく目を楽しませてくれる作りになっています。はい、駅を出たらもう城もね見えてましたので道に迷うことはないと思いますけれども、だいたいそのお城のお堀に着くまでは歩いて5分ぐらいで、駅から出てまっすぐ伸びる道を歩いていけばそのお堀まで出られますので、まあ比較的ね短時間で観光もできるという場所にはなっていると思います。ロータリーの前の信号を渡りまして、この道をまっすぐですね、もう見えてますもんね、だいたい5分ぐらいで着くと思います。はい、でこちらが島原城のお堀ですね。いやとてもね朝日が当たっててお天気が良くて、で緑もいっぱいあって、そしてその後ろに雄大な雲仙岳があるということで、ものすごく美しい風景だなというふうに思いまして、感動をしてしまいました。正直、まあ、島原城そこまですごいお城だとは思ってはなかったので、そこまで期待を失礼ながらしてなかったんですけれども、今回少しだけですけれども時間を作ってこの島原城を見てみてですね、本当に良かったなというふうに思いました。本当に感動しましたので、あの皆さんね機会がありましたらぜひ一度ご自分の目で見ていただければというふうに思います。はい、そしてお城の正面の方に回ってきました。こちらからお城の方には入れます。でこの先結構傾斜がきつい坂になってますので、ちょっと自転車だと登れないかなというかぐらいの坂になってます。ただ登り切った後はね、後でご覧いただきますけども、綺麗な景色が眺められますので、それを楽しみに登ってみてはいかがでしょうか。正面口から見て、城の裏側になりますけれども、海が見える方にやってまいりました。まあ、朝日もね、見事に出てて、天気が良くて、本当に素晴らしい景色が眺められます。で、ちょうどね、5月の後半でしたので、ツツジも残っていれば、アジサイも咲いているという、非常にね、あの、こう、お花も綺麗で、お城らしい、日本らしい風景が眺められるいい場所でした。天守閣もものすごく立派でして、
1964年ちょうど前の東京オリンピックの時に復元されたものらしいんですけれども、ちゃんと手入れをされていて、城壁もきれいに保たれてます。そして島原といえば島原の乱、島原の乱の中心的な存在、天草四郎ですね。その像もきちんとこういうふうに飾られています。いや本当にね、島原城と雲仙岳、ちゃんとね、あの溶岩ドームも見えてますね。あの本当に美しくて感動した景色でした。お城を出てしばらく歩いて街中の方に戻ってきました。まあ土曜日のね朝早くなので車も人もありませんけれども、あの島原の中心的な場所、飲食店街はですねこの後見えてきますけれども、あのアーケード街がありまして、そちらの方に集中をしているみたいです。バスも走ってはいるみたいなんですけれども、観光用のその100円とかでね観光地を巡ってくれるようなバスみたいなのはないみたいで、島原鉄道の観光タクシーを使うか、まあ歩くか自転車使うっていうのも一つの選択肢じゃないかなというふうに思います。はい、島原駅へ戻ってきまして、次の目的地大岬へ向かいます。島原鉄道黄色い列車にしかこれまで乗ったことなかったんですけれども、今回はこの昔の国鉄の特急カラーみたいなね、ちょっと懐かしめのカラーリングの列車に乗ります。なんかうめき声みたいなのを上げてしまいましたけれども、見ていただいて分かる通りとても素敵な駅になっています。こちらが島原鉄道大岬駅になってます。本当に海が間近なんですけれども、今ちょうどね反対側のホームにいるので、まだその海の近さを実感いただけてないかもしれませんけれども、とにかく風景の良さ、ロケーションの良さ、美しさというのは今の一瞬で分かっていただけたと思います。風の音がビュービュー言ってて、ちょっと聞き取りづらくて申し訳ないんですけれども、まあ、海にねこれだけ近いので、そのあたりはご容赦いただきたいというふうに思います。でここはとにかくそのもう地図でもね見ていただいて分かる通り、本当海に面している駅になってまして、でなんでここが有名になったかというと、今映ってますね、はい、この某炭酸飲料のテレビコマーシャルの舞台になったんですね、この駅が。そういったこともあって全国的に有名になっています。まあね、でもこれだけ美しいロケーションの駅なんですから、そうでなくても有名だったのかもしれませんけれど、今映していた幸せの黄色いハンカチの看板にも書かれていましたけれども、この大岬駅は日本一海に近い駅と言われています。もうねもうこの風景だけでも美しいですよね、はい、そして先ほども言いました某飲料の炭酸飲料のコマーシャルになったということが、この大岬駅の自販機にしっかり書かれています。もっとアピールしてもいいと思うんですけどね。それではじっくり大岬駅を堪能していただければと思います。
大三崎駅いかがでしたでしょうか。本当にね綺麗な駅ですので、島原をお越しの際にはぜひ一度ここで降りて駅を堪能してみてはいかがでしょうか。この後はこの列車に乗って諫早、終点諫早を目指します。で、島原鉄道の様子はですね、この前の島原船津の駅からも通しで、また別の動画でご紹介したいと思いますので、お楽しみいただければと思います。はい、この動画はここまでになります。長時間ご視聴ありがとうございました。次の停車駅は有明遊園に停まります。丸畑富士山道東実践さん。